イギリスのトラス首相が辞任することを表明しました。イギリスのトラス首相は日本時間の午後9時半過ぎ、首相官邸前に姿を現し、辞任する決意を固めたことを明らかにしました。トラス首相は先月、イギリスの首相に就任したばかりでしたが、自ら掲げた大型減税などの経済政策が財政悪化の懸念から行き詰まり、 批判が高ままっていました。トラス首相は当初、私は戦うと辞任を否定していましたが急激に求心力が低下、保守党内からも辞任を求める声が上がっていました。